この動画は、今、サッカーをやってる。もしくはサッカー選手になりたいと思ってる全フォワードに向けた動画。ね。まあ、ここまでターゲットを絞ったような動画は今まで一回も作ったものなかったけど、お前に向けて言ってる。ね。で、この動画を作ってる理由は、過去の俺に伝えたいから。フォワードのお前。点を取るために何でもしろ。どうでもいい。それ以外のことは。 お前が点を取れ。お前がチームを勝たせろ。目の色を変えろ。貪欲になれ。シュートを打て。パスをするな。パスすんなって。お前がやれ。お前が決めろ。黙らせろ。ねパス要求してるやつ黙らせろ。お前が点を取って、パスを要求してくるやつ黙らせろ。それがフォワードのあり方。フォワードでしょだって。何をしてるのねえ。 お前は点を取るために試合に出てんだ。お前がチームを勝たせるんだ。ね。目の色変えろって。点を取ることだけに集中しろって。試合に臨む前、150回、点を取るイメージを想像しろ。お前の一番得意な形で。みんなが驚くようなスーパーゴールをイメージしろ。どなれ。パス要求するときにどなれ。ね。 ボソボソ喋ってんだよ。ボソボソ要求してんの。へい、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 じゃねえよ。出せ、俺によこせ、ボール。そんぐらい強欲になれ。お前はフォワードだ。いいお前はフォワード。お前のチームのね、ミッドフィルダーだったりね、サイドバックだったりね、サイドハーフのね、あのー、 誰剛だったりしに点決めさせるのそれはそいつらの役割じゃないってお前が決めろって情けない他のやつに点取らせてたら情けない何してんのお前エースじゃないのプライド持てって役割果たせってねお前がいなきゃチーム成り立たないぐらい圧倒的な存在感を放て 弱気なもしさを一ミリも見せるな。どんなにミスしようと、どんなにプレーで、ね、失敗しようと、やらかそうと、切り替えろ。ミスったらすぐ次、点取ることだけ考えろ、ね。コーナーキック、要求しろって。お前にボールが来るように要求しろって。キッカーに伝えろって、俺に合わせろって。ね、どんなにお前より、ね、でかい、ね、ヘリング強いセンターバックいたとしても。 190のセンターバッかりいたとしても、170のお前が全力疾走でニアに走り込んで、ダイビングヘッドで決めろって、イメージしろって、試合前に。お前が決めてるところだけイメージしろ、ね。他の選手がとか、ね。ミッドフィールダーのね、サイドバックのね、あいつがどうとか、ね。サイラハーフのね、太一に、ね、ドリブル切り抜かせるとか、どうでもいいって、そんな。 チームの勝利はお前が生み出せうんでどんなに相手が強豪校だろうとひるむな殺しにかかるつもりでプレーしろ勢いを見せろエネルギーレベルの違いを見せろ突っ込め突っ込めってクロス上がったら突っ込めってもう全身でいけ体ごと突っ込め キーパービビらせろ。あこいつやべえわって思わせろって。ね、ニアに走り込んで、ね、ボールに向かって突っ込んで、キーパーめちゃくちゃやだかんね。うん。キーパーめちゃくちゃやよ。お前は結果でしか評価されない。どんなにいいアシストしようと、どんなにいい守備しようと。お前が点を取らないで、ね、ツードップのもう一人のが点を取ったら、そいつが主役になるんだよ。 そいつがお前のお、ね、いしい部分全部持ってくんだよ。そいつが称えられるんだよ。結局、フォワードとしての役割は点を決めて試合に勝つこと、勝たせること。そこが一番求められてる。ね、それをやるつもりなんやったらトップ下でもやれって、サイドバックでもやれって、右,右,サ,イド右サイドハーフでもやれって。うん、フォワードやるな。まあ、フォワードにふさわしくない。ハンターマインドセット持って、 試合に臨めないんだったら、ね、このチームは俺のもの、俺が主役、そんぐらいの意識持てって、ね、どんなにでかいディフェンダーが目の前を現れても、ひるむなって、他の方法でそいつをビビらせろ、意味のない動き出ししまくれって、あ、こいつクソだりーなって思わせろって、裏抜け出しまくれって。 ボール入らなくても、ね、体入れて足元要求しろって、ね、ボール入る前からディフェンダーに体ぶち当てろって嫌がるから、ね、ただのその辺のへなちょこの弱気なフォワードじゃないってことを見せつけろってオーラで感じさせろってこいつなんかしでかすぞってこいつは普通じゃねえぞって、うん、全部マインドセットで作れるこれどんなに下手でも。 嫌がらせるることができるもしお前がね、今の自分の実力に対して100%の自信を持ってね、できることを何でもしてやるっていう勢いがあったら、どんなに相手が格上だろうと、お前は相手を嫌がらせることができる。そしてゴールにね、突っ込んでいけば、どんなに下手なお前でも決める可能性がある。で、その一発決めてしまえば、 ね、お前よりね、あの何十倍も、ね、足元うまいおしゃれなフォワードよりも、お前が必要とされる。ん間違いない。お前が必要とされる。だって点を決めるの。うん。点を決めるの。それがチームに必要なの。どうやって勝つの、ね、毎回引き分け狙うの、ね。おしゃれなプレーして。まあ、一つアドバイスするとしたら、右足と左足ヘリング、そこは極めとけって、ね、ボール入って、ね。シュートを だけでもうまければ、どうにかなるから。<laughs> どうにかなるって。極めろって。一番得意な覚悟を角度を見つけろって。右45度、ボックス内。ね。インステップのシュート。ゴール左下に突き刺す。極めろって。で、左足でもそれできるようにしたっけ。なぜなら、ね。プレイしてて、 右側でね、チームがプレーしてるとき、左側でプレーしてるとき、ね、両方から点取れるから、そっちは。うん、で、あとは、爆弾みたいな手動で。うん。爆弾みたいな手動でって。キーパーと1対 1? もうど真ん中でもいいから、もう突き刺せって。おしゃれに決めようとすんな、突き刺せ。嫌がらせろ。PK。思いっきり打て。思いっきり打てって。 いいここで話すのは全てマインドセットの問題少しでも弱気な姿勢だったり、ね、プレーに対しての迷いだったり、ね、甘い、ね、なんか情けない変、ね、なチョコなプレー見せたらお前は舐められるんだよ相手にディフェンダーにあーこいつちょろいなってあこいつちょっと弱気だなって、ね、でかいディフェンダーにちょっと体当てられてすぐ吹っ飛んでるようだったらあこいつ余裕だと思われるわけよいい それを思わせたら相手の思うつぼなんだって。ね。飲み込まれるって。ね。どんなに相手が格上だろうと、はむかえって。体当てろって。嫌がらせろ。ね。プレッシャーかけろって。うん。飛び込めって。スプリントかけろって。どの角度からでもシュート打てって。なんだこいつと思わせろって。 そういうふうに嫌がらせてたら、ね、ディフェンダーお前に引きつられてでチームペ、チームメートにスペースが空く。そのチームメートがチャンスを得る。うんそういうふうにして、ね、引き立てることもできるんだお前がやばいフォワードっていう認識を、相手のディフェンダーに与えることができたら、相手のチームに与えることができたら。うんだから、主役になれって。うん どの角度からもお前はそのチームにとってかけがえのない存在になるから主役になるチームを自分のものだと思えパスすんな簡単にパスすんないいもちろんドフリーなねツートップでね、あのー、キーパーと2対1でそれで相手ドフリーやったらパスしろよ、うん、だけど別に自分で 打てる状況になったら全部自分が打て。打てるチャンスがら全部打て。それがお前の役割だ。逃げるな。パスに逃げるな。脇役になるな。俺は、俺はあの、サイドハーフの大地を引き立てるんだ。しょうもないって。ね、求めてないって。フォワードに求められるのは点を取ること。いい<え>点を取ることだよ。よお前がやれ。お前が決めろ。 試合終了して全員お前に駆けつけ、全員お前に駆けつけてくる。ね、応援席のやつら。ね、ねそ試合終わった後の噂。全部お前になるようにしろ。ね、応援歌。お前の応援歌が一番ね、みんな歌いたくなる応援歌になるって。お前の応援歌になった瞬間全員ね、めちゃくちゃ盛り上がるような選手になるって。あ、今日も多分ジョージが決めるぞ。 そ,んそういう期待を持たせるような選手になるってジョージが何かしてくれるみたいな、うん、ぶっちゃけ相手格上だけど、まあ、ジョージいればワンチャンあるぞみたいな、ね、そんな選手になるって俺はそういうマインドセットで試合に臨めた時毎回点取ってたうん毎回点取ってた逆にクソみたいなプレーした時はね相手が格上で相手のディフェンダーに対してリスペクトしすぎてビビり散らかして ね、その例えば、じゃあでか,いでかいディフェンダー2センターバックででかいディフェンダーとちょっと小さめのディフェンダーいたら、まあ、小さめの方のディフェンダーに逃げたりとかそういう弱気な姿勢を見せたらもうマインドセットから間違えてるんだって絶対点取れない、うん、点取る男ってのはハンターマインドセットを持って、ね、自分がゲームの主役だと思ってゴールに対して貪欲なやつ自分が一番上手いと思ってるやつ自分が最強だと思ってるやつ 事実がどうであれ自分を最強だって思い込むことに損は1ミリもない、ね、損は1ミリもないよ自分が最強な男だと思うことに対していいことしかないポジティブしかない、うん、だって自分は下手だと思いながらさ自分は弱い選手だと思いながらプレーしたらさその通りになるわけじゃん、うん、だけどどんなにお前は下手だろうとさ自分が一番だって、ね、自分は最強な選手だと思ったらそのイメージに沿ったプレーをするわけじゃん シュートに対してもっと貪欲になるわけじゃん。ゴールに対してもっとど欲になるわけじゃん。ボールの要求に対してもっと貪欲になるわけじゃん。オーラが変わるんだって。目の色変わるんだって。殺しにかかれ。一番嫌な選手になれ。キーパーとディフェンダーにとって。あいつにボール渡ったらやばい。ね。そう思わせるような選手になれって。いいそう思わせるような選手になれたら、お前は最高に楽しいサッカー人生を生きることができると思うよ。 そして、チームから死ぬ,ほど死,ぬあの死ぬほど必要とされる。リーグ戦の得点ランキングでトップに立つ。いろんなチームから欲しがられる。いろんなチームから分析されるようになる。ジェフ・エナイデと千葉のスカウトチームに見られるようになる。あいつやばいらしいよって。チームメートにごちゃごちゃ言われたら、うるせえよって言ってやれ。黙って俺にボールを出せって言ってやれ。 うん、ライオンになれいい文句言ってきてるチームメートプレーで騙せろだまらせろ点取,っ点取ったら黙るからそいつ、うん、お前がじゃね強引にシュート打ってそれでねあのチームメートに文句言われました何してんだお前、ね、監督にもで何してんだお前、ね、その5分後にお前点取ったら全部もうチャラになるからでもう全部忘れられるからそのお前がパスしなかったことどうでもよくなるからだってお前が試合を決めてるの お前がヒーローロなんんだもん、ね、フォワードである以上お前はヒーローなんだよいいそれ以外の役割を考えるな点、ね、を取って黙らせろごちゃごちゃ言ってくるやつ全員点を取ったら黙るからうん結果で示せいいこれはサッ,サッカーやってた自分に対してマジで言ってやりたいことまあ人生においてもすずることだけどねうん強気なマインドで生きる強気なマインドでプレーする これ、損すること一つもないから。心して。えー、試合臨む前、ね。自分に言い聞かせろって。俺は最高の選手だ。俺が試合を決める。俺がチームの主役だ。俺にボールが入ったら、試合が動く。自分に言い聞かせろ。鮮明なイメージを作れ。ね、そして、最高なコンディションで試合臨めるように。ね、その言い聞かせを自分に言って、ね、100%その言い聞かせに対して自信持てるように。 最高のコンディション整えろおなきもしろ食事を整えろちゃんと寝ろうんテストステロンはハイな状態で試合に臨めって目の色変わるからきつい時こそやらなきゃいけないのであません